会と朝鮮労働党中央、中央軍事委員会、朝鮮民主主義人民共和国国防委員会と最高人民会議常任委員会内閣は、朝鮮労働党総秘書であられ、朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長であり、朝鮮人民軍最高司令官である偉大なる領導者金正日同志が2011年12月17日8時30分に現地指導の途中急病により逝去されたということを悲痛な心痛でお知らせいたします。主体革命偉業の継承そして完成のために一生涯を捧げてこられ、社会主義祖国の繁栄と人民の幸福のために国の統一と世界の平和のために昼夜分かたず活動されてこられた我が偉大な金正日同志が急にあまりにも惜しくも